ロイヤル・ソブリンは、イギリス海軍の百門一等戦列艦。トラファルガーの海戦で、カスバート・コリングウッド帝督の機関であったことで、有名である。ロイヤル・ソブリンの名を持つ艦としては三代目で、設計は、エドワード・ハント卿による。1786年9月11日に、プリマス交渉で浸水し、建造費は67,458ポンドだった。 同系艦はない。1795年6月16日、ウィリアム・コーン・ウォリス中将の機関として、コーン・ウォリスの退却に参加する。ロイヤル・ソブリンは1805年10月21日のトラファルガーで最初に戦闘を開始した艦だった。もう一方の戦闘艦は、ホレーショネルソンのビクトリーである。戦隊の銅板をカディス到着前に張り替えていたため、 海戦当日のような美風でもロイヤルソブリンは他の艦より高い速力を発揮することができた。そのため先陣を切ることになったのだ。艦が敵戦列に突入し、スペイン艦、サンタアナと交戦を開始したのを見てネルソンはロイヤルソブリンを指さして、コリングウッドの素晴らしい戦い方を見た前、と称賛し、コリングウッドは艦長に、 ネルソンはこの場にいたかっただろうねと発言した。ロイヤル・ソブリンは、スペイン艦隊に、敗戦同然に打ちすくめられたが、サンターナを降伏させることに成功し、後続艦が到着するまで持ちこたえた。1825年8月17日に、キャプテンと改名されているが、それ以前に、現役から外れ、プリマス港内で新兵の宿舎として利用されていた、ようだ。 1826年6月には廃線となり、最終的1841年8月28日に解体された。微宝のうち4門は保存され、タイムマスのコリングウッド記念碑の一部として利用されている。ありがとうございます。